はい、皆さんおはようございます。2020年7月22日、正光淳二先生の、10分で覚える囲碁準語入門です。本当にですね、分かりやすい、また非常によく考えられてこうお話になっているという随所に工夫が感じられまして僕はいつも感動しながら聞いています。有価証券というのがなかなか僕は非常に感動してまして、そうか、そうですね、これはいいなって言ってられたんだけど貯金よりは後で換金するというイメージの方がね確かに貯金だと使うだけですもんね、うん、はい。それではですね、早速にで今日の、非指導者教えてもらう方がですね3人いまして、はい、佐野和子さんと玉木和彦さんと柴田泉先生です。はいはい、そうですね、僕が見ると柴田先生が少し早く覚えておられてますけども、まあ、佐野さんは忘れもしない歴史的な我々がミラクルテレビに突き進むことになったデモに参加していただいて、これ八郎だと言ってあれは非常に良かったんですよね。本当にこの人何も知らないんだっていうのが分かって、64面って言ったんです。あ、64面って言ったの、はい、64面の方を使うんですか、それとも25面を使うんですかって伺ってもう大恥をかきましたいや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 、あれがねもう最高に良かったという、はい。それじゃあ先生お願いをいたします。はいはい、そうしたら、まあ、みんなで原さんを追いつけ追い抜けという感じで知っていきましょう、はい、そうしたら、まあ、一応ルールはもう皆さんお分かりになったという前提で、次のね、はい、打ち方のコツというふうなことをちょっとずつ話していこうと思います。はい、はい、じゃあ画面共有していきますね。玉木さんが急成長されると思うんですよごめんなさい、ちょっとこの間えらいこと言っちゃいましたね。いやいやいや、絶対急成長するんです、ね、その執念は。まあね、順号で、まあ、コツというのはもう2通りあってね、石を取る、やっぱりお互いに石を取った方が有利になるんで、石を取るためのコツと、最終的に勝利するためには、5番の上のより広い領域を取らないといけないんで、まあ、その広い領域を取るためのコツと、広い領域を取るというか、だからたくさん石を置かないといけないんで、たくさん石を取る。置くためのコツと、まあ、2通りのコツがあるんですけども、まあ、これを両方少しずつやっていこうと思いますということで、はい、はい、まずは石を取るコツですね。はい、はい、石を取るコツですが、まあ、普通考えてね、1個の石を取るのに4個石がいるわけですよ。はい、ということは普通考えると石って簡単に取れるもんじゃないと、はい一生懸命ここまで 1.2 手3手かけたところで、ここでひょいっと逃げられてしまうと、まずあと 1,2,3 ってかかるんでね、こう一生懸命一生懸命やった時にひょいっと逃げられるとなかなか取れないと、うんうん、だから取るためにはね、いくつかのコツを使って工夫しないといけないということで、今日はそのコツをまず2つお伝えしますね。はい、一つはね、この端っこをうまく利用するということね。つまりここに端っこにある石は息をする場所が少ないですよね、うんうん、真ん中にある石は4箇所で息するけど、端っこはこちらが端っこの方で息できないんで、だから逃げようとした時に端っこの方に追い詰めると相手が逃げきれなくなる場合があるというかね、その端っこで新しい息をする場所を確保できなくて、それで逃げきれずにっていうことが起こるということで、こんな形があったときに、さあ次黒の番ですというときに、うまい手があってね、どっかの白を取ることができるんですけども、はい、どこでしょうかと、まあこれ座標でね、1,2,3,4,5,6,7、1,2,3,4,5,6,7ということで、横の数字を先に言って縦の数字を後で、例えばここは3の2ですよと、ここは6の3ですよという感じで、座標で言うと黒次にどこに打つといいと思いますかということで、じゃあ佐野さん、はい、7の6、
7-6? 黒の番ですよね。はい、黒の番です。それ数え間違えてないですかね。1、2、3、4、5、6、7の。あ、すみません。横を先言うんですか。はい、横を先です。横を先、あ、すみません。したら6-7。6-7、それもなんか数え間違えてないかな。1、2、3、4、5。5-7。5-7、ここね。はい、はい。ここね。5-7ね、はい、はい、端っこから行きました。それはヒュイッと逃げられてあと3手かかってしまいますよね。ということで今端っこって話をしたんだけども、端っこから行くのではなくて、はい、端っこに追い詰める。今白を置かれたところ、はい、そうそうそう、1、2、3、4、5、6の6、はいはい、これが正解でね、はい、これ行くと白が逃げようとしたこの先っぽがここが行き止まりになってるんで、さっきまで逃げたら3箇所息ができてたのが、これ逃げても2箇所しか息ができないから、はい、これで、まあ、次はどっちからでもいいんですけども、こう行くと逃げ切れずに行ってしまうと。わかりましたね。ということで、石を取るコツの、はい、1、石を取るコツ1とか言って、なんかテレビみたいにやってますけども、端っこに向かって追いかける、はい。端っこを利用するというのがこの石を取るコツの一つね。はい、大丈夫だったら、大きな丸をお願いします。はい。はい、端っこに向かって追いかけるが一つでしたね。はい、じゃあもう一個のコツを言いますと、どうしようかな。はい、こんな形があったときに、黒がどっかの白を取ろうと思ったら、どこに行ったらいいでしょうかと。はい、じゃあ玉木さん、どこ、はい、5-5、ここですね。え、あ、違う、これ違う、1、2、3、4、5の5、すみません、6、1、2、3、4、5、6の、はい、1、2、3、4、5、6の5、はい、6の5ね、はい、6の5に行ってこれを狙ったんですけども、はい、こうやられて、なんか反対に取られてしまいましたということで、これね、コツの一つがね、はい、まずどこに狙いを定めるかっていうのが、どこに打つのがいいかって考える前に、どこに狙いを定めるかっていうのが結構大事ね。白の石がここと、こことあるわけですよ、はい、どちらに狙いを定めるかっていうのが大事で、まあ、この時は、玉木さん、こっちの方が端っこに近いからこちらを狙ったんだと思うんですけども、そうそうそう、一つの考え方としてね、このあと取るのに何てかかるか考えたら、これ1、2、3、4ってかかりますよね、はい、取るまで。この白は取るまでにあと2手で取れますよね。ということで、こっちとこっちどっちが取りやすいかといったら、こっちの方が取りやすそうな。はい、ということで、まず狙いの定め方、今の状況でね、どの石が取れそうかとか、どの石が危ないかっていうのをまず見極めるのが一つ大事でね。で、そうして、じゃあこれをターゲットにしたときに、じゃあ改めて どこに行ったらいいと思いますか。はい、あ、すいません。はい、玉木さん、この石がターゲットだとすると、改めてどこに行くのがいいと思いますか。2の5、違いますね、1、2、3、3の3の1、2、3、4、5、6、あ、ごめんなさい、あれ僕数え方間違ってるの、1、2、3、4の4、はい、はい、4の4に行くとこうやって逃げ出されて、なんかこの白なんか簡単に捕まらない感じに。ああ、そうか。ということで、はい、はい、じゃあ佐野さん。はい、3の5。3の5ね。3の5に行くと、うん、次に白が逃げようとしても。はい、ということで、さっき端っこに向かって追いかけるでしたけども、2つ目のコツは、味方の石が待ってる方に追いかける。これ、こうなった形を見ていただくと、
初めに置いてあったこの3つの黒石ね、初めに置いてあったこの3つの黒石が全部無駄なく働いてるの分かります？この2つを取るのにね、この2つを取るのに6個石がいるわけですよ。そのうち初めに置いてあったこの3つの石が1個も無駄なく働いてますよね。これが反対にこっちから追いかけてここに入れられてしまうと、なんかこの辺の石がなんかあんまりこれを取るのに役立ってないというかですよね。これね、昔ね、昭和の昔、テレビでよく時代劇のテレビドラマがあって、最初のオープニングの時に、ご用だご用だって言って、大勢でわーっと追いかけるしようなシーンが、この年代の皆さんだったら皆さん記憶にあるんですけども、大勢でわーってご用だご用だって追いかけると、ヒューッと逃げられて、大勢でわーって言ってもね、なんかね、あれなんですよ。そうじゃなくて、追いかけるなら、待ち伏せをしている方向に向かって少人数で追いかける方が効率がいいのね、これね。なるほど。はい。だから囲碁ってね、本当に一手一手打つんで、しかも1個の石を4手かけて取らないといけないんで、そういう今初めからある石をいかにうまく利用するかっていうことを考えないといけない。ということで、取り方のコツ2つ目が、味方の石が待っている方に向かって追いかける。まあ、これもう一つ言い方を変えるとね、この辺の黒の石とこの黒の1個、どっちが強くてどっちが弱いと思います？ここにある3つの石とここにある1個の石、どっちが強くてどっちが弱い？ 1個が弱いですよね。え？ 1 個が弱いですよね。あ、1個の方が弱い。そうそう、1個の石はもうあとこの2箇所で取られるし、しかも端っこに近いし、3個の石はこれ取られる前になんかものすごく点数がかかるんで、これも囲碁の大切な考え方で後々ものすごく大事になってくるんですけども、一応なんか話として聞いておいてほしいのは、強い石と弱い石があった時には、弱い石の方から追いかける方が強い石がね働くんですよ。弱い石から追いかけたら強い石が働くのね。これを逆に、強い石から追いかけるとなんか弱い石は依然なんか心細いままで、もともと強かった石がさらに強くなってるだけみたいな、これがまた大事な考え方で、だから味方の方に待ってる方に追いかけるというのは非常に基本的なことなんですけども、その考えの根本にあるのは、強い石と弱い石があったら弱い石の側からなんかね動いていくというのがね、これはもう後々以後初段とか二段三段になってもこの辺がまだよく分かってない人がいるんでもうすぐ大事な考え方です。弱い石から弱い石の方から行動を起こしていくと、なんかねついつい強い方から行く方がなんか安心安全みたいな気がするわけです。確かにこの人にとっては安心安全ですけども、全軍で見るとこの人が一人安心だって言ってもそれはこの人のエゴでしかなくてこの人見殺しにしてるわけだよね。だからこっちから行くのは心細いけども、全軍からで考えるとこっちから行くのが正しいわけ。この辺が非常に大事な考え方になってきます。はい、ということで今日は2つ勉強しました。石を取るときに端っこに向かって追いかける、まあ、この場合でいくと白はこうやればこの石が取れます。こっちからやると逃げられちゃいますね。こっちから行くと取れるのに、これを間違ってこうやるともう白ちょっとなんかバラバラの感じでね、白の方がもうむしろ大ピンチになっちゃいました。こういうとこでも本当に一手で勝敗が分かれるんでね、しっかりこれはまず端っこに向かって追いかけるというのと、弱い石の方から味方が待ってる方に向かって追いかける、この2つをしっかり頭に入れておきましょう。はい、大丈夫ですねはい、ありがとうございますはい、ということで、まず石の取り方の勉強をしました。それでね、このシンプルフォーネットっていうサイトの方はもう皆さんも登録はされてますかね？まだかな？ね、これは王明遠先生が企画して、台湾の方の会社
さんが作ったサイトなんですけども、まあ、これ最初登録するとき自分のメールアドレスを入れて登録する必要があるので、そこだけちょっと面倒というか、まあ手間なんですけども、一回登録してしまうとね、まあコンピューター相手の対局とか練習問題とか豊富にあって、非常にいいサイトなんで、で練習問題というところを開くと、まあこうやって石を取る問題がねいっぱいあるんですよね。でちょっとこれ今日のテーマに、これはもうすぐ当たりになって、もう相手の石が当たりになってる状態ばかりなんで、どっから追いかけるとかじゃなくて、もう当たりになってる石を取ればいい問題がまずまあこれはもう目が慣れるかどうかだけの話ですよね。当たりになってる石を取る問題の他に、まあ例えばこの問題はこの問題で黒ですと言ったら、今日の学びましたからすぐ正解できるわけです。こっちから行くと失敗で、こっちから行くと失敗で、こっちから行くと正解だとね。でこういう練習問題がで、あれこれはもうまさに今日やったのと全く同じで、これから行くと失敗で、これから行くと正解ね。まあ本当に今日勉強したことをそのまま復習できるような練習問題がたくさんたくさんありますんで、これはぜひね、まあこれ簡単な問題と難しい問題とまあいろいろあるんですけども、まあまあ試しにいろいろやってみてくださいと。これやってみてね、わからない問題とかあったらまた次回とかにね、質問していただいたら、逃げるという問題の逃げるという問題の問い図13が分かりませんでしたとかね、言っていただけるとまた説明させてもらいますので、だから練習問題はぜひまあこれ2週間にいっぱい1回というか月に2回やってますけども、その間にぜひね、少しずつでもちょっとやっていただくと、上達のスピードが違って、よりライバルに追いついたり追い越したりするのにはこの辺をやるかやらないかがね、大きく違ってきますということですね。ということで、まず石を取るの話を今日、しましたけども、じゃあ今度もう一個の、ね、大事な考え方が、ちょっともうちょっと小さい方にしようかな。最終的に石をたくさん置いた方が勝ちじゃないですか。ね、順号というのは最終的に石を置いた方が勝ちなんですけども、その時に、まあ、例えば、用意どんで、まあ、仮にこんな風になったときにね、この辺っていうのは白が石を置こうと思ったら置けるんだけども、置いても取られるだけみたいな感じね。で逆にこの辺は黒が石を置こうと思ったら置けるけども、置いても取られるだけみたいな感じで、ということはこれまだ石を置くとこたくさんあるんですけども、黒と白が一生懸命石を置かないといけない場所っていうのはもうこことここだけなんです。この辺はもうすでにこの辺はもう黒が確保していて、この辺はもう白が確保してる石を置く権利みたいなものをね。だからこういうとこを頑張っておいていかないといけないんですよね。というのはなんでかって言ったら、ここでこうやってこうやってこうやってこうやると、今何が起こったか分かりますかね。これあっという間になんか黒の方がだいぶ有利になった感じしません？今雰囲気として。これはさっきね、始まった時に北谷さんとお話してた有価証券っていう話で、この辺はね、黒が持ってる有価証券みたいなものなんですよ。これは現金ね、現生ね。たくさん、最終的にたくさん現金があった方が
勝ちだというゲームだとして、現金が 1,2,3,4,5,6,7,8 あって、ここに黒の有価証券が 1,2,3 あるみたいなね。で、白の現玉が 1,2,3,4,5,6,7 あって、白の有価証券が4あるみたいな感じだと思ってください。その時に、今度白の番の時に手持ちの有価証券をこれ現金化してるわけね。そして次に黒がまだどちらの持ち物でもないところに現金を増やしましたと、手持ちの有価証券を現金化しました、黒が新しいところに現金を増やしましたっていう風なやり方をやってると、いっぺんに黒が有利になってきた感じ、わかります？これがね、大事で、だから石をたくさん置いた方が勝ちなんだけども、自分のもうすでにいつでも現金化できる有価証券は慌てて現金化しちゃダメなんです。だから自分が慌てて有価証券を現金化してる間に相手が現金を増やしていったら、ね、まあ、今度黒の番だとして、黒が一生懸命有価証券を現金化してる間に白が新しく現金を増やしていったら、これさっきと比べだいぶ景色が違って白がいっぺんに有利になってる感じするでしょ。これが大事で、ということで、まず有価証券という考え方概念を身につけないといけない。だから石をたくさん置いた方が勝ちなんだけども、石を置く現金を増やすことが大事なんだけども、もうすでに有価証券として権利を確保しているならば、その現金化はもう後回しにしないといけないです。わかりました？ということで、あとはこの途中経過としても、現金を増やすのも大事なんだけども、有価証券を増やすのも大事なのね。有価証券を増やすという考え方を持っている人と、現金を増やすという考え方しか持ってない人が対戦すると、例えばね、これはなんか、なんとなく黒が有価証券を増やすという考え方を持っていたのに対して、白はとりあえず現金を置いておくことしか考えてなかったっていう、なんか違いがね。で、これあと最後までやっていくと、まあ、こんなとこに行ったっても、ここはもう黒の有価証券なんで、白はなんかもうなんかジタバタしたところで、もうあと最終的にこの辺はもう黒がゆっくり現金化できるわけね。ということで、ジュンゴというゲームを習ったときに、石をたくさん置いた方が勝ちだよって習って、だから、石をたくさん置いていこうと思ってたくさん置いていこうと思ったとしても、こういう、あ、まあなんていうかね、こういうのはなんかあまり自分の有価証券を広げようとしてない感じが、もともとこの辺は白っぽいわけですよ。白っぽいとこを、白っぽいとこ黒っぽいとこっていうのが、最終的には権利として自分の持ち物になりやすいので、まずは現玉を増やしていくっていうことよりも、まずは黒っぽいとこ白っぽいとこを広げるっていう考え方が大事。まあ、ちょっとこれ碁盤が小さすぎて、ちょっと今ちょっとやりにくかったんです、逆にね。もうちょっとやると、例えば、まあ、1手目がこうやって同じようなところを打ったとして、まあね、こんな感じで、一個ずつ石を置いていってるんですけど、まだ今石の数は一緒ですよ、現時点でね。黒石と白石の数現時点で一緒なんだけども、じゃあこの勝負どうなるかと言ったら、この辺ってもう白が後から入っていっても、入っていってももうなかなか白のものにならないというか、もう黒はこの辺の一帯は後からゆっくり
黒石を置いていけるんだけども、白はもうこの辺しか置いていけないみたいな感じになってるわけですよ。なんとかイメージわかります？ということで、石をたくさん置いた方が勝ちだと言いながら、だから一手ずつ代わり番号を打つんで、普通は置いた石の数一緒になるんですけども、それでも勝つ人と負ける人ができるっていうのは、石の数しか見てない人と、そういう将来自分が置ける可能性のところをちょっとでも広くしようという意識を持ってる人が戦ったらもう勝負にならない。ちょっとでも自分の置ける可能性のところを手っ取り早く広くしようと思ってる人と、なんかもうとりあえず闇雲に石を置いてる人と、じゃあこの辺を確保しに行ってる黒さんの方が圧倒的にね、有利になるということね。なんとなくわかります？で、もちろんね、で、その後、そういうことが分かった人同士が戦うんで、なんでそこは、あとはもういろいろテクニックというか、なんかね、有価証券を取った方がいいってことが分かった人同士が戦った上で、その後はさらにそのうまい有価証券の取り方、勢力圏の広げ方っていう話はまたおいおい出てくるんですけども、まず入門段階ではそこに気づくかどうかね。まあ、それはオソロゲームご存知でしょうけども、オソロゲームは隅を取った方が有利だっていうことを知ってる人と知らない人がやったらもう全然勝負にならないとかね。で、隅を取った方が勝ちだっていうことが知ってる人同士がやっても、今度は次にその上手い隅の取り方が分かってる人と分かってない人でまた違ってくるとかね。そういう感じで、囲碁の勝負でもそういう、いかにその自分が後から石を置ける権利がある場所を確保できるかということが大事で、その辺についてのいろんなテクニックが生まれてきますよと。それがあれなんですよね。じゃあそのテクニックをちょっと簡単にまたお話ししますと、なんとなくこうやったときに、なんとなく黒の方がなんか勢いがいいでしょ。これは何かと言ったら、白は真面目にこう石をつなげてね、しっかりつなげてこう自分のところを確保しようとしているわけですよ。黒はね、ちょっとその辺は省いたって白が来てからなんか相手すればいいんじゃないのっていう考え方ね、黒はね。そういうふうに、石は真面目につなげていくのは大事なんですけども、真面目につなげるともう絶対切れないし取られにくいんですけども、時にはちょっとこの省略してスピードアップすることも必要だと。で、これはスピードアップしすぎるとなんか相手に来られて、バラバラ事件になってちゃうんでね、その辺がどこまでスピードアップできるか、これぐらいだったら大丈夫かなとか、これぐらいいけるかなとかね、これはどうかなとか、これはここに来られた時どうなるかなとかね、その辺はだから自分が囲碁の石のいろんな戦い方とかがいろいろ経験を積んでいくうちに、どれぐらいまでスピードアップしても大丈夫かっていうことが、まあ、分かってくるわけですよ。だからそれはだから自己責任で、自分で責任の取れる範囲でちょっとスピードアップを試みてくださいと。スピードを上げて 手早く自分のが確保できるところを広げてくださいという感じになるのとね、あともう一個は、広げすぎると、だから黒がこの辺大きいだろうと広げるのはいいんだけども、広いと相手に入ってこられる余地ができちゃって、その辺もまたいろんな兼ね合いで、入ってきた石をもうこれ全滅させるぞっていう、皆殺しするぞっていうこともできるかもしれないし、皆殺しできなかったらもう黒が確保したつもりのところが白のものになっちゃったりするんで、だからこの広げる、まあ、これももうちょっと大きな碁盤の方が分かりやすいんで、これぐらいちょっとしてみようかな。まあ将来だんだん大きくなってくるわけですけども、その例えばこんなふうにしたときに、これよりも白の方が広い
ですよね。じゃあこれ白の方がいいかと言ったら、これ黒にこんなこと来られて、なんか あっさりとこう黒のものになっちゃう可能性があるわけですよ。ところがこれ白がこんなとこに入ってきても、なんかなんかこれ白取られちゃったりね、全部なんか全滅しちゃったり、するってことがあるわけで、だからこういうある程度スピード感を持って広げることは大事でね、そういうスピード感を持って広げることは大事で、こうやってこうやってこういうのは確、こういう確実性にやるよりもある程度スピード感を持って広げることは大事なんだけども、そのスピード感と広げるってことは裏腹に、これは確実にね、もうこれ白が入ってきたらもう絶対取れるっていう、これはもう確実ですよね。だからスピード感を持って広げると黒になんか入ってこられて、この辺を逆に黒のものにされてしまう可能性があるということで、そういう常にね、そういうあの安全確実なやり方と、こういう安全確実堅実なのと、だからローリスクローリターンとハイリスクハイリターンがあるわけね。これがなんか黒が入ってきたのをうまいこと皆殺しできたら、これ巨大な、こんな、これだけが白の有価証券になって、白石をここに最終的にここにこう敷き詰めることができて、これはこう確実だけども黒石これっぽっちしか置けないみたいなことになるんで、そういうローリスクローリターンとハイリスクハイリターンのそのどこまで自分の責任でリスクを負えるかっていうのがね、囲碁の面白いところで、もう強い人でも常にそのここはちょっとハイリスクハイリターンを取るか、ローリスクローリターンでいくかっていうことはもう常にね、あの判断に悩むわけですよ。強い人は強い人なりに、で皆さんも皆さんなりに自分なりに、だから最初の頃はもうこのローリスクをなるべく選んでいただいた方がいいんですけども、でも相手よりもちょっとだけハイリスクを選ぶことでが勝利につながると、はい、そういうゲームなんだということですね。はい、ということで、まあ囲碁の考え方の基本ね、あのとにかくあの石をたくさん置いた方が勝ちなんだけども、それで勝利するためには有価証券という形で現ナムを一個一個置いていくよりも、有価証券をガバッと確保していく方がいいし、で有価証券を現金化するのはもう最後の最後、他にやることがなくなってからでいいと。石をたくさん置くと石を置けばいいんだってことで、有価証券など一生懸命現金化してたら相手に新天地を開拓されてあっという間に負けになってしまいますよと。はい、この2つのことを覚えていただくと、そのことを考えながらやっていただくと、はい、いい碁が打てるんじゃないかということで、じゃあそしたら今日は玉木さん対柴田さん、田野さんか、柴田さんはちょっと一歩先を行ってられるということで、佐野さん対玉木さんで一回勝負をねしていただきましょうか。これ、まあ、これ7路盤ちょっと大きいんで、まあ、いつもやってるように6路盤でね、ちょっとこの大明勇先生のサイトでは6路盤が使えないので別のものを使います。6路盤 6×6 ね、はい、これで、はい、これでやっていただきましょう。はい、じゃあレディーファーストで佐野さんが1手目どっか行ってください。はい、代表ね、アラビア数字が先で関数が横が先ですね。はい、はい、4の3、ちょっと待って、これどうなってるか、4の3。はいはい、玉木さんどうぞ。あ、ミュートになってますね。はい、あ、すみません。はい。3の4。3の4。はい。3の2。3の2。
5の4。5の4。4の4。4の4。4の5。4の5。あ、これはいいです、いいですね。もうこれはもうこれ以外のところに行くと黒にここに来られてむしろバラバラになってしまうところでした。だって石がつながるってことは大事なんです。なんとなくつながった風になっていくことがね。4の2。4の2。3の4、あ、3の3。3の3。4の6。4の6。2の2。2の2。1の2。1の2。5の2。あ、待ってください。5の2。え、5の2。あ、いいです、いいです。はい。2の1。2の1。3の6。3の6。3の5。3の5。2の5。2の5。お、いいとこで気がつきました。2の3。2の3。お、ここもいいとこ気がつきました。お互いに1個ずつ取り合いました。いい勝負。5の6。5の6。お、ここも。2の4。2の4。うん、なんか両者調子が出てきましたね。一時はどうなるかと思ったけど。3の5。3の5。お、気がつきましたね。ここに打たないと取られるところでした。はい、入ろうと思ったのに。2の6。2の6。佐野さんは結構オセロ好きですか？あ、はい、はい、バレた？だいぶ、だいぶオセロの方が強いというか、なんか違う。
1の6。1の6。2の5。え ?2 の。あ、ごめんなさい。1の5。1の5。1の4。1の4。いや、この方は本当にいい教材になりますね、いろいろと。4の6。4の6は打てませんね。ここはね、ルール上、息ができないのでいけません。あ、そうか。5の5。5の5、はい。6の5。6の5。5の3。5の3。6の3。6の3。あ、そうか、本当ね。これは、うん、これもまたいい手でした。4の1。4の1。3の1は打てないんですよね。打てません。そうですよね。1の5。1の5。6の2。6の2。6の1。6の1。6の4。6の4は打てませんね。あ、そうか。5の1。5の1。2の6。2の6。あ、ちょっと待ってください。あ、はい、すいません。あの、どうだろう。あ、いいんだ、いいんだ。あ、2の6でいいです。はい。はい、1の3。1の3。4の6。4の6。
の5は入れますか？5の5は入れません。ませんか。1の3。1の3には石があります。あれすいません。3の1。3の1。これ僕2の2は入れるんですか？2の2は入れません。入れないですか？自分が息ができないときは相手の石を取れない限りは入れないですね。あのここ2の2に入って、はい、白が入って黒の息ができなくなるからっていう。いや黒はまだ1の1。ああ、そうかそうか。あ、そこがありますね。そしたら5の5。5の5。2の2。2の2。6の2。6の2。1の1。1の1は入れません。自分の息が詰まってしまいます。そうか。そうすると私はもう入れませんね。でしょうか。よく見てください。まあ、入れないと思ったらパスしたらいいですよ。6の4は、はい、いけます。あ、いけるんですか？それは予定外だったな。これは最後の大逆転かな、これ。ああ、そうですか。そうしたら、あ、これは困ったな。6の6。6の6はいけませんね。自分の息が詰まってしまうんで。ああ、そっか。そしたら、5の2。5の2。6の6。6の6。はい、ということで、これはちょっと終盤に大波乱がありましたけども、ちょっとこれは黒の勝ちでしょうね。はいはいはい。はい、いや、もう、はいはい。はい、じゃあちょっとこの最初から振り返ってみます。はい、まあ、ちょっとまず最後の方、記憶に新しい最後の方を見てみますけども、この辺からね、ちょっと面白いことなんで、この瞬間に白は、ここに行くと逆に黒は全滅してたね、これね。え、でもこうなると、黒が息できないんじゃないですか。それがね、いや、だから今度白だよ、白でしょ。あ、白が息できない。白が行ったら黒息できないから、これ黒全部取れてましたね、ここでね。この瞬間。こういう時は、相手が取れる場合は行ってもいい。あ、そうです。言ってもいいわけですね。はい。ああ、そうなんですか。じゃあちょっと最初の方からちょっとまあそういうのちょっと終盤ね、お互いにちょっとものすごいまだ目が慣れてないところとか、その行ったらいけない場所とかがちょっとまだよく分かって完全に理解できてない部分があるみたいで、行ってはいけない場所で息ができないとか言ってはいけないけども、相手の石を取れるときは行ってばいいっていう、この部分がちょっとまだ少しあやふやなところがあるみたいですね、お二人ともね。それはもう最終盤にそのことが露呈しましたけども、息ができないとか言っていけないけども、相手の意思を取れるときは言ってもいいって、ここを本当に完璧にまず理解するように心がけていただきたいんですが、じゃあまあ最初からやってみますけども、はい。これでね、なんとなく黒はこの辺を、今日のね、お話で、その、お互いに、なんていうか、勢力圏を拡大するというか、はい、ここまではいいんですけども、これがね、これがオセロゲームの手なんですよね。囲碁は、だって、挟んでも取れないんで、囲まないと取れないんだから、ここに行っても逆にもうすぐにこの黒が取られちゃうわけですよ、これ、白にこっちからこっちから打たれたら。
もう黒すぐ取られるの分かりますこれ。はい、うん、なんで黒はそういう飛び越すような相手の中に飛び込めるっていうのはあんまり良くなくて、やっぱり自分の石からつながってこの辺とかこの辺とかね打つのがまあ基本的なんですよ。こんなこういう飛躍した手はめちゃくちゃ強くなっていろんな深い読みのがあって打つ場合はあり得るんですけども、初めの頃はねまず自分の石からこう着実につながっていくっていうのが大事で、今までのところ黒石も白石もお互いに離れずに打ってますよね。でこれはちょっと囲碁っぽくない手でした。で黒もねすぐにこれはやっぱりなんか相手してた方が良かったです、うん、これをこう言ってそこで2の3にしようかどうしようか迷ったんですよ、はい、2の3 4の6を置くときに、はい、4の6を置くときに2の3にしようか。ああだからこれは2の3が良かったですね。ああそっか、だからここでまあ、黒から考えられるとして、普通に囲碁の打ち方として考えられる手は、まあ、2の3か2の2か5の3か、この3箇所ぐらいから考えるのが、まあ、普通の考え方です、はい。強い人になると、さらに5の5とか3の5もありうるんですけども、まあ、ルールを覚えた初めの頃だったら、この5の3か2の2か2の3の中から選ぶ感じがつかめると、だいぶ囲碁の石の、はい、動き方が分かってきたって感じするわけです。これが他のとこになんか、まあ、いやまあもちろん2の2、2の3の他に1の2とかね、まあこの辺もあり得るかと思う。だからこの辺かこの辺っていうのがに目が行くのがまあ普通っていうのは、やっぱりお互いに自分の領域を確保しながら広げていくっていう考え方なので、これっていうのはなんか自分の領域を広げたりしてなくて、なんか相手の領域の中にいきなり入り込んだってなんで、その取られてしまって犬死にする可能性が高いわけですよこれね。で白もだから帰ってきたでこれ手を抜くと次に黒にこの辺打たれると危険なんで、白もすぐにこれは相手をすべきところだったんですけども、うんうん、でなるほど、でこれがまたこれがまた大手の手で、これ例えばこんなん打たれてもすぐ取られちゃうし、こんなに遮られてもね、もう自分のところに生還する見込みがない。だから打つんなら、まあこう打つなら普通で、ここに行くと例えばこんな風に遮られてもこの黒味方につながんないし、あるいはこうやったらこれ当たりでもう逃げても取られちゃうとかね、うん、こういうふうに自分の石から離れたところに行くと、もうそうやって助からない可能性が非常に高いんですよね、うん、であれ本線の手順に戻すには待ってください、すいません、ちょっとこのソフトの使い方に習熟してなくて、ここでどういったのかな、ごめんなさい、ちょっと分かんなくなっちゃった。13。ごめんなさい。
っていうか、まあまあ、そう、時間になってきてるんで、まあ、まあ、この2手がこの碁で一番ね、分かりやすく修正できる手だったんで、もう一回詳しくやりますけども、こうやると、もうこれは例えば、こんな風にやられてね、これもう次にここで取られるでしょ。もう3箇所しか生きてしてないうちの2箇所塞がれてるから、で逃げてもこうやって取られちゃうわけですよね。あるいはこっちからやられたってっていうことで、この相手の中に入っていく手っていうのは、よほど後のあのうまい手が見通しがないと、こういう手はなかなか成功しないんですよ。ということで、こういう手はここに行くんじゃなくて、ここに行くとか、ここに行って次にここに行く手を狙うとかね、こういう風なのが普通だということですよね。で、ここに行ってここに行った時に、ここに行ったのはやっぱりオセロの感じが抜けてないと。だからオセロはそれは一回飛び込めばこれひっくり返されるからいいんだけども、囲碁は4箇所囲まないといけないんで、その前にもう自分が先にやられちゃうんだね。だからオセロみたいに相手の遠く離れた相手のところに飛び込む手っていうのは、あんまり囲碁では囲碁ではないんです。あんまりそういう手はないんです。だからそこはね、あのオセロの感じからちょっとね、うん、あの形が似てるんで、あの混乱 しますけども、全くしないけど、こういう飛躍した手っていうかね、こういう手は、はい、基本的にはあまりないもんだと思ってください。基本的にこう確実着実な手が大事。こういう飛躍した手は取られちゃうというのと、あとはそのもう一回ルールのおさらいですよね。ルールのおさらい、ちょっとこれ使いにくいんでこっちでもう一回やりますけども、あんまり時間がないかな。あれ、この次って番組なんかあったんでしたっけ？ルールのおさらいで、でここには打てないけども取れるときには打てると。なるほどな。ここは今はこれ取れないからここには打てないんですけども、ここまで石が加わるとこうやって取れると。これを確実に理解しておいてください。だから打てるとき打てない、取れるときは打てると。であと例外は1個ずつ取り返す形のときだけはまあ例外で、1個ずつ取り返す形の時は、まあここがまず息が詰まるけども取れるから打てるんだけども、次にここの黒がね、これはこれを許しちゃうと、まあ、キリがなくなるから、1個ずつのすぐの取り返しは禁止というのね。だから息ができないところには入れません。でも入った瞬間に相手が取れる時には入れます。ただし1個ずつの取り返しは禁止です。この、これを完璧に理解しておいてください。さっき終盤でね、お互いにその辺が分かってないままの進行が最後の方、すべて続いてたんで、ということで、ちょうど時間となりましたということで、今日は、ありがとうございました。はい、どうも、ありがとうございました。ありがとうございました、どうも。はい、素晴らしい。練習問題の方をね、石を取る練習問題の方をしっかりやっておいてくださいと。はい、どうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。失礼します。はい、玉木さん頑張ってください。ありがとうございます。玉木さんも頑張ってください。はい、それでは失礼します。どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい。